はい、どうもガスボンです。今回はですね、久しぶりにファクトリオの動画になるんですけど、今まで何やってたのかと黒い砂漠ばっかりやりやがってと思う方いらっしゃるかと思うんですけど、黒い砂漠起動しながらねファクトリオやってたんですよ。で、何やってたのかというと、もうこれですね、遠心分離機を大量に作って、原子炉も今大量に作りました。はい、電気がないんですね。電気がもうやばいでしょ。レーザータレット、ウェイ。はい、なので、次回原子炉ね、今まで4個しか使ってないんですよ。4連の原子炉しか使ってなくて、4つ並べたら、バフで一気に作れるんですけど、それ以上もちろんすることができるんですよ。で、今回それ以上のね、今想定してるのは6個ぐらい、あまり作りすぎるとマギが使えないっていうのがあって6個の原子炉をつなげて、どれぐらいの、ね、大きさになるのかっていうのをね、見ていきたいなと思います。はい、で、この遠心分離機のこれレアウランを増やす装置というか施設なんですけど、こだわりというのは特にないんですけど、昔、初めてマルチンでやった時にテンテンさんが作ってくれたやつのパクリですね。はい、これなんかね、本当にね、見ててね、見とれちゃうんですよね。だからなんかずっと見ていられるような作りにしたいなと思って、このちょっと横長にしてみたんですけどずっと見ていられるこの動き、レアウランの綺麗な動きをね、排出して回収されて綺麗に並んでね、気持ち悪いな、なんか俺はい、というわけでは今回はこんな感じ。この遠心分離機がね、これ全部稼働すればいいですね。稼働すればなんかもっと綺麗な感じになるのかなと思います。で、それに前回なんだっけ、分配器ラブとか言って動画出したんですよ。で、入力優先なんて分配器使わんだろうって言ってたら使いましたね使いましたね。下の線は、これ下の線はですね、この右のレアウランス、レアウランとゴミウランの生成の、遠心分離機から送られてくるもので、で、上の方の線はこの左のレアウランの作成の、レアウラン増幅装置のやつから流れてくるやつなんですけど、右上のね、増幅装置の方を優先にしてます。これによってですね、上から流れてる方が優先的に流れて、下の方を劣勢にするので、例えばこの先が詰まっていてもですね、下の方は、下のラインの方は詰まるけど、上の方は常に流れ続けてちゃんと中に入っていくと。なので左の方は確実に稼働していくっていうような使い方ですね。使いましたね、次の動画で使いましたねいつ使うんだろう、使う機会なくねみたいな感じで思って喋ってたんですけど、バリバリ使いましたね。はい、この遠心分離機のやつ、テンプレみたいな感じというか、僕の完全な、昔作ってくださったね、やつのイメージがすごく、感動がすごくあって、もうすごい綺麗だったんですよ、この遠心分離機のレイアウトのね、増やすやつがね。なんでね、それのパクリだったんですけど、これがね、これをね、作りましたよという話です。はい、で、次はね、先に言った原子炉の動画になると思います。だんだんね、進んでいきますけどね、放送できないっていうのがあってね、決済なんですよ、11月ってうちの会社。はい、なのでちょっとちゃんと仕事してるんで、早めに仕事行ってね、ちゃんと仕事してるんでね、黒い砂漠放置して、はいというわけで、今日はご視聴ありがとうございました。もしよろしければね、何でしたっけ、もしよろしければ高評価、チャンネル登録の方お願いします。それではバイバイ。